で電気分解、この中に水入ってますね。で水は H2O ね。H2O は化学式、で言うと H2O と、ね、でそれが電気のエネルギーを加えることで H2 と O2 に分かれるんだけど、これ左側と右側比べるとこっちが2個で合ってるけどこっちは1個しかないから、これをおいと、もう一個これがあるって考えると、おっと、これで H2O が2つになって、それで逆にこっちも2個にすれば、ね、これで H が4個になるから、これで両方とも数が揃うと。こっちに2個つけてみて、こっちにも足りない分の H2 を、ね、2にして、これでぴったり揃うと。そして分かれたやつは H2 っていうのがどっちが H2 かっていうと、ほらこれ2つ分でしょ、ってことはここはこっちから水素が出て H2 が出て、でこっちの方が陰極と、ね、水素が出たところが陰極で、さっきと逆でプラスだったね。で今度逆にこっちの酸素が、はい、半分の O2 の方、1個だね。これが酸素が出る方が、これが、プラス極で陽極ってことだ、ね。そして、これで水が電気分解されて、ね、これ電源装置。じゃあ今度電源装置を外してみて、その代わりにこれを、さっきのこれを同じやつをここにミノムシクリップでくっつけてみると、